皆さん、この前プーの餌箱をお見せした通りボロボロになってるのは周知の事実。その餌箱が今回さらにパワーアップしました。ご覧ください。もうもはや原型をとどめないほどになってしまいました。はい、というわけで今回は新しい餌箱を買ってきました。それがこちら。牧草の量足りてますか？牧草カウンター、カウンタータイプ、横長で食べやすさ抜群。というわけで今回はかなり幅の広い牧草カウンターを購入してきました。でこれなんかイージーホームにぴったりっていうことで全くサイズ見ずに買ってきたんですけど、実際ちゃんと入るのかどうか心配なので、まあその辺も見ながら今日はセットしていきたいと思います。まずあらかじめこれも外しておいたので撤去ですね。これはもう撤去ですね。はい、いらないです。もうかなりボロボロになったので。これ多分ね、ちょっと汚いんですけど、こうなんていうんですか、網目みたいになってて、かじりやすいんですよね。だからすぐこんなになっちゃったんだと思うんですけど、ちょっとね、これはもう、ポイしたいと思います。さて、サイズ感、どうですかね。あ、ちょっと大きいかな。大丈夫かな。かなり大きい。おお、ギリギリ、ぴったりだ。あ、ぴったりですね。ぴったりでした。もう、寸分の狂いもなし、遊びもなく、本当にぴったりのサイズでしたね。気に入った。気に入った。まだ餌入ってないけど。気に入ったみたいですね。結構なんか新しく小屋に物が入ると、こうやって気になるんですよね。はい、じゃあとりあえずね、ちょっとね、まだこれ固定されてないので、一旦固定したいと思います。はい、固定が終わりました。こうやってネジでちゃんと固定できるようになってます。もう動かないですね。ここにネジで固定してます。で、ここに牧草のチモシーを入れて完成ですね。あ、結構ね、ゆったり入りますね。いいですね、これ。もうちょっと入れとこうかな。よいしょ。はい、こんな感じですね。